ではまず政治について自分が今どう思って、政治についてですね、政治についてどう思ってるかなんですが、これはどうしようかな、政治についてなんですが、まあせっかくこのバンディーカムで撮れるので文字がちょっと小さいかなと思います。これは撮ったやつなんですが、で、リッチテキストドキュメント、リッチテキストドキュメントですね。ワードパッド、Windows98 とかだったらワードパッドっていうやつだったんですが、名前が変わったみたいなんですけども、これで、こっちの方が見やすいと思うので、文字が大きいので、入れてみたいと思います。政治についてですね、今日現在の日本の総理大臣は野田なんとかという人が総理大臣です。官房長官はちょっとわかりません。平成じゃなくて西暦でした方がいいですね。官房長官不明です。わかりません。あとは経済企画庁だったかな。経済名称変更になってます。経済内閣府、あれ経済内閣府になってんのか。内閣府、あれ枝野なんとかという人がいるのは経済企画のような感じがしたんですが、今は内閣府になっているのでないみたいですね。あとまあ内閣で分かっている人は特に、あとは山本モナだったかな。あれなんで山本モナと路上キス、すごい字になりましたと路上キス、あれ路上キスした、細野原発なんとかかんとかというのぐらいしか思い浮かばないんですが、あと官僚は、誰だったかな。あとはちょっとわかる、蓮舫がいたような気がするんですが、蓮舫は、蓮舫は何だったちょっと忘れてしまいましたが、まあこんな感じですね。政治について思ってるんですが、今問題になってるのはよく、よくというかまあ昨日だったかなか一昨日、小沢の秘書、施設秘書だったのか公設秘書だったのか、または両方なのか、わからないんですが、3人いて全て有罪というのをやっていました。で国会で、速報で流れて国会で質問していましたが、その時に、自民党の石からなんとか幹事長だったかな、何だったか分かんないんですが、が野田総理に質問をしていました。で自分の中の解釈としては、多分、まあ、自分のはっきりしたことは分かんないんですけども、野田総理の答弁は司法に任せるという感じでした。行政は関係ないから司法に任せるというような感じでしたが、
ざっと言うと、で、政治、今問題なのは、自分が問題だと思っているのは、原発問題です。まあ、雨に混じったセシウムだったかわからない、セシウム137だったかな、わからない、正式にわからない、セシウムが、土に混じって、雨を伝って土に混じって放射線を出している。で、この除染と、除染、あれ、除染はなんで出ないんだ、除染、除染じゃないですよ、除染、漢字で出ない、除、あれ、覗くという字だったような気がするのかな、除染。あれ、線。これかな、除染。ちょっとこの漢字は不明なんですが、除染。するにはどうしたらいいのか、個人負担なのか、それとも国が、費用を出すのか。で、野田総理は国が責任を持ってやるというようなことを言っていたような気がするんですけども、実際は進んでないような感じがします。で、直近で問題なのは、汚泥から出る、汚泥から出るセシウムをどこに捨てるのか、まあ捨てなきゃしょうがないですね。捨てるというよりも保存するのかですね。捨ててもそれを管理しなければいけないから、結局保存になるような気がするんですが、これをどうするのかで、今は、ゴミ焼却、ゴミ焼却場というんでしょうか、ゴミ焼却炉じゃなくて、水処理センターなどの敷地に、放射線が出ている、放射性物質が入っているのかな、土から出ているから放射性物質かな、放射線、まあどっち、放射に濃度が高い、土 濃度が高い置いているが、これをどこに持っていくのかというのが、近々の課題ではないかと思っています。他は問題なでやっている場合ではないと思います。で、これは要はあいつが悪い、こいつが悪いと言っていれば、結局お互い助け合っているような気がします。
自民党の存在意義は民主党の欠点を明らかにすることで、なんだろうとまでは言わないんですけども、政治家同士が足を引っ張って時給稼ぎをしている感じがするのです。政治家の 給料は税金から出ていますが、まあ、当然月給という形になるのか給になるのかわかりませんが、まあとにかく時間が延びればそれだけ給料が伸びる。なんとなく、まあ、日本の政治家として問題をどう取り組むかという意識が全くない気がしました。公明党が、過去に何だったかな、何かの問題について、これこういうことを言っていたということを言うんですが、言っていたからなんだ自分さの党が正しいことをしていればそれでいいのかという感じがしました。当然自分の党が正しい行動するのは、まあ、正しいことだと思うんですが、まあ、アリバイ作りとまでは言わないんですけども、他の党の政治家に説得するということをしないのか、説得して他の党がどういう説得してうまくいけばそれでいいのですが、うまくいかなかった時はどうなったのかというのを